エグゼイドハイパー無敵ゲーマーの独特の変身ポーズは、M 役の飯島さんが考案した、無敵の無をイメージしたもの。仮面ライダークロノス登場時、ポーズという自分以外の時間を停止させるチート能力を持っており、どうやって倒すのかとキャストの方たちでは常に話題に上り、なんと裏で制作陣も頭を悩ませていたという。その結果無敵ゲーマーが誕生した。仮面ライダーブレイブは2号ライダーで初の中間フォームが存在する。鏡ヒーローは甘いもの好きの設定なのだが、演じていた瀬戸俊樹さんは甘いものが苦手だった。しかしスタッフが用意してくれるので頑張って食べてくれていたという。また、ヒーローの甘いもの好きの設定は、彼が患者に寄り添わないタイプのためただの嫌な奴と認識される可能性があり、それを危惧した企画チームが付け足したものだった。